皆さん大変失礼しました。発見しました。システムを用いた完璧な索敵能力で発見。なんてこった、まさかこんなところにあったとは。パッとねインターネットを見たら速攻書いてありました。素晴らしいですねインターネット。ここです。ひどい話だな、あんなとこにあったのに気づかないなんて、信じられない、自分でも信じられないわ。そこで我々はメタルギアの足に対する迎撃兵器としてカットしておきます。苦労したところはメタルギアレイを開発した。ひどい話だよ。メタルギアに対抗できるのはメタルギア、はい、だけだ。そしてあと1枚楽勝だわ。しまった、また同じ話をしてしまった。私も年だ。よし、もう何十回も聞いてるよあなたの話は。ああよかった、終わったかなこれで。よし頼むでオタコン。どうだ、写真を送ってくれ。1枚撮り直し、 OK、 あ終わった。このメタルギア霊によって終わり、我々海兵隊が新しい時代を切り開くのだ。以上、解散。あーできた、よかった。これ一発でいったらトロフィーとかあったんかな、取れてないんだよな。オセロとか、いい演説だった。来た。さすがは海兵隊司令官、話がうまい。だがそれだけだ。アメリカ人は己の言葉に酔うあまり真実を語れない。何者だ。俺はシャラシャーしか、またの名をリボルバーオセロット。まさかまたいたなんて。貴様何の用だ。新型の性能はよくわかった。こいつを奪うつもりか。奪う、返してもらうのだよ。おっと、ゴルルコビッチ。誰も動くな、いいな。このタンカーにセムテックスをたんまり仕掛けた。これを押せば爆発する。そうだ、誰も死にたくはない。どうするつもりだ。売りさばく
私はスネジンスク、旧名チェリャピンスク70で育った。ロシアの核閉鎖都市だ。何の話だ。冷戦後、我々の故郷はアメリカによって買収された。話の意図が分からない。貴様には分かるまい。土地も友人もプライドも全てをアメリカに金で買われた。この核兵器も我々ロシア人が生み出した技術の流用だ。どうするつもりだ。これでロシアを再建する。残念ながらそれは違う大佐。どこにも売るつもりはない。返してもらうと言っただろう。愛国者たちにな。ラリルレロだと。まさかお世話と。貴様、この私を裏切るつもりか。私のボスは貴様ではない。何、ソリダスとはまだ。大佐、悪く思うな。ロシアの再建など興味はない。オセロット、いつからだ。鈍いな、同志。まだあの連邦が存在した時から。いいか、新型に登場できるのは一人だけだ。大佐、娘と共に死ね。くそ。セルゲイ、その腕では現役引退だな。裏切り者をめ。昔の面影残ってんだよな。見せ物は終わりだ。行きたい者は逃げるがいい。まだローアーニューヨーク湾だ。必死に泳げば島でたどり着けるかもしれんぞ。久しぶりだな、兄弟。お前は？そう、俺だよ。リキッド。年を取ったな、スネーク。お前にも急激な老化が始まってきたようだ。ナオミがフォックス大の対象プログラムを入れなかったのもうなずける。
仕組み。貴様もあと生きて数年。50代後半のビッグボスの体細胞を使ったんだ。生まれながらすでに老いている。俺はこいつの腕となって生きながらえ。リキッドの腕。
例のポイントです。はい、サイファーでスネークの絵も押さえました。明日のニュースが楽しみです。海兵隊の計画も海の木図と、大統領。100円起きてるかーって自分に言いたい。は起きてるよ。セーブしてくれ。めっちゃ眠くなった。やばいぐらい眠くなっちゃった。これでやっとあれかな、次の雷電編に行けるかな。原爆を開発し、その破壊力を確定するために科学者たちは膨大な計算をしなければならなかった。コンピューターと核兵器は共に第二次世界大戦の産物。ああ、そうなんだ。